高田純次は22歳の頃、妻と出会う。初デートで妻は、ニットにノーブラだった。妻に感落ちしたが、ふんどしで行けばよかった。という高田のジョークに対して妻は、胸には自信があった。と切り返された。高田純次はペレの取材でブラジルに行くも会えず、代わりに恋人を取材するも、シースルーにノーブラだったため、話も顔も覚えてない。妻は高田に、今晩、行っていい。と聞いた後、兄運転の軽トラでアパートに転がり込んできた。高田純次は生活費と知らず高級時計を買ったが、離婚にならなかったのは、妻の時計も買っていたから。高田純次の妻は、小柳ルミ子張りの海外サッカー通でよく、テレビつけっぱで寝落ちしている。高田純次は死ぬ時に妻にかける言葉を聞かれると、ごめんね、ありがとう、と答えた。